サウンド研究所日向さんという方から質問のメールが来ています。DR フュージョン2が動かないという質問でして、これはあのテクノポップ講座をやってた時に、使っていたプラグインですね。でこの時に僕が喋ってしまったあのフリーのドラムマシンと確か言ってしまったんですね、その時。でこれだとあのフリーソフト、普通に単体で動くソフトとちょっと誤解させてしまったようなので、今回はこのプラグインというものについて説明したいと思います。 DAW と言われているキューベース、ロジックなどですね、ソナーとかあの辺のこうソフトにあの追加するプラグインというものがあります。でこのプラグインというのはシンセやドラムマシンやあとはエコーとかリバーブ、フランジャーとかいう効果ですね、あの 音をちょっといろいろ加工したりするため の, このソフトをキューベース上やソナーの中に入れて使う、このキューベースの中でしか動かないソフト、ソナーの中に入れてしか動かないソフトというのがあります。これがプラグインですね。プラグインに種類がありまして、一番代表的な普及しているプラグインは VST プラグインというもので、キューベースの会社が作ったものですね。で他にも、Mac で使われているオーディオユニッツ、これはロジックなんかで使うものですね、とかプロツールスに使われているアルタスというものなどがあります。代表的な VST プラグインという規格について説明します。VST プラグインではこのプラグインというもののファイルが DLL という拡張子になっています。でこの DLL という拡張子のファイルをプラグインのフォルダですね、そこに入れることによってキューベース上で認識して使えるようになります。市販のプラグインの場合はほぼすべてインストーラーといってあのインストールするためのプログラムですねがついていますので、その実行ファイルを起動していただければ、その指示に従えばインストールがそのまま完了できます。フリーソフトの場合はインストーラーがついているものもついてないものもありますので、それはあの中についているマニュアルなどを読むといいと思います。まあ中にはマニュアルも何にもついてないものもありますので、その時はもう自分でどうにかしろみたいな部分がありますので、いろいろ試行錯誤をしてみてください。で使い方的にはだいたいこのキューベースと同じくソナーやライブ、他のソフトもだいたい使い方は同じだと思います。プラグインのフォルダに入れることによってキューベースを起動したときにこのプラグインを一回読み込んで認識します。で認識した後は VST インストゥルメントからですね、キューベースの場合はそこに表示されるようになりますので、ここから使いたいプラグインを選んでください。というわけで今回はこの辺で。